もしも武田勝頼が高天神城を救援していたら。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は、もしも武田勝頼が高天神城を救援していたらについて紹介していこうと思います。天正9年1581年、武田氏の遠江における要衝高天神城が落城しました。岡部元信以下城兵は孤立無援のまま全滅したとされています。これは単なる敗北にとどまらず、その後の武田氏の運命すら左右しました。救援の軍を差し向けなかったことで武田勝頼の信頼は失墜し、やがて家臣たちの離反を招いたというものです。もし勝頼が高天神城の救援を決意し、自ら軍勢を率いて駆けつけたらどうでしょう。果たして武田氏のあっけない崩壊は防げたのでしょうか。今回はイフストーリーで高天神城の救出劇を考えてみたいと思います。遠江の要衝高天神城とは、かつて今川氏の俗城だった高天神城ですが、武田と徳川が遠江をめぐって争う中、次第に重要視されていきました。ちょうど北の掛川城と遠州灘を結ぶ中間点に位置しており、ちょうど遠江の真ん中にくさびを打つ形となっています。高天神城を抑えることで敵の行動を制約し、自軍も自由に動けるというわけです。さて、武田信玄の後を継いだ勝頼ですが、父に劣らぬ積極果敢な拡大方針を取りました。特に高天神城を奪取することに重点を置き、着々と進行準備を整えていきます。ここを取れば徳川家康に大きな軍事的プレッシャーを与えることができるでしょう。天正元年1573年、勝頼はまず高天神城攻略の足がかりとするべく、甲府盆地から遠江へ出る進路上に諏訪原城を築かせました。いわば補給路と兵站ルートを確保したわけですね。対する家康ですが、とても高天神城を救援する余裕はありません。未だ三方ヶ原敗戦のダメージから立ち直れず、失った奥三河の湿地回復に躍起になっていたからです。そして翌年5月、勝頼は2万5000の大軍を率いて甲府を進発しました。諏訪原城を経由して進んだ武田軍は早くも高天神城を包囲、そのまま力攻めへ持ち込みます。城にはわずか1000ほどの兵しかいませんから、落城は時間の問題でした。窮した家康は織田信長に救援を要請し、それを聞き入れた信長は早速出陣の準備に取り掛かります。しかし時間的猶予はありません。6月に入ると城の命運は尽き、信長率いる織田軍が三河吉田に着いた頃には本丸を残すだけとなっています。とうとう援軍は間に合わず、上将小笠原長忠は降伏海上を決意、武田の軍門に下りました。この時勝頼は城兵すべての命を助けたばかりか、武田の家臣に取り立ててもいいといった寛容な態度を見せています。その後城は武田の手によって大改修が施されました。まさしく遠江の一大拠点にふさわしい威容を誇ったのです。一方家康は早くも高天神城奪回の布石を打つべく、マムシ塚城を改修するなど兵を繰り出す準備を進めていました。こうして高天神城は武田徳川の騒乱におけるキャスティングボードを握ったのです。孤立無援となった高天神城、思惑通り拡大方針を貫いた勝頼ですが、思わぬ落とし穴が待っていました。それが長篠設楽原における敗戦です。数で優勢な織田徳川連合軍を相手に戦うも敗走し、貴重な人的資源を失ってしまいました。また遠江に対する武田の攻勢も徐々にしぼんでいくのです。これを好機と見た家康は動き出し、まず二俣城や乾城を奪還、さらに武田の補給基地だった諏訪原城まで奪ってみせました。そして真綿で首を絞めるかのように高天神城を徐々に追い詰めていくのです。
これに対して勝頼は武勇の誉れ高い岡部元信を丞相として任命。何としても高天神城を死守する構えを見せました。しかし家康は包囲網をますます強化していきます。抑えとして横須賀城を築き、さらに高天神城の周囲には6つの付け城を築いて補給路を封鎖しました。そして天正8年1580年10月家康は5000の軍勢を率いて高天神城攻めを開始します。元より力攻めで落ちるような城ではありませんから、周囲に土塁や堀、獅子垣を築いて外部との連絡を断ち、本格的な兵糧攻めに乗り出したのです。包囲された岡部元信はこのままでは落城は必至と判断して甲府へ使いを派遣しました。このままでは城は持ちますまい、一刻も早く御詰めをと。ところが勝頼は動きませんでした。いや、動けなかったと言うべきでしょうか。上杉景勝と同盟を結んだことで北条を敵に回してしまい、三方に敵を抱えていたからです。高天神城を救援するには全く余裕がないという状況でした。勝頼は必ず御詰めに向かう、それまで固く城を守れと下知するしかなかったのです。また勝頼には動けないもう一つの理由がありました。それは織田との和睦を模索していたからです。勝頼はかねてから信長の五男勝長の返還と嫡男信雄への家督相続を条件に和睦を打診しており、その進展に期待していました。武田の苦しい状況を打破するには一時的にせよ織田と講和するしかないと考えたのでしょう。一方信長には和睦するつもりなどさらさらありません。逆に勝頼の弱気ぶりを見抜き、ますます圧力を加えていくのです。ただし明確な返答はしません。あくまで勝頼に期待を持たせさえすればいいのです。もし勝頼が高天神城を救おうとすれば、和睦は偽りとして糾弾できますし、もし救わなければ勝頼の信頼は失墜するでしょう。どちらに転んでもこちらは得をするわけです。そんなこととは知らない勝頼は遠江の戦況を注視しつつ事態の推移を見守りました。そんな中、武田の命運を握るもう一人の男は違う目線で高天神の戦いを見つめていたのです。その男、穴山梅雪。高天神城の戦いが本格的に始まった頃、武田親類衆筆頭穴山梅雪は江尻城である人物を迎えていました。その人物とは徳川家康の信任厚い本多正信です。本多殿と申されたか。何でも徳川殿の鷹匠だったそうだな。わしに鷹狩りの指南でもしてくれるのか。梅雪がからかうように尋ねますが、正信は顔色一つ変えず口上を述べます。実は我が主君より現場の神様に申し上げたき義がございます。ちなみに現場の神とは梅雪の官職名です。現場の神様こそ武田の嫡流に近きお方、筋目から言えば穴山家が武田の名跡を継ぐべきでございましょう。しかるに諏訪勝頼では到底諸国は収まらず、武田の勢いは今や目を覆うばかり。確かに穴山家は古くから甲斐河内地方を領した国衆で、武田宗家との血縁も濃いものがありました。梅雪の母は武田信虎の娘ですし、息子の勝千代も信玄の娘を母に持っています。一方勝頼は信玄の息子とはいえ、かつて敵だった諏訪家の名跡を継いでいたこともあり、今一つ家臣からの信望に欠けるところがありました。梅雪自身陰では勝頼のことを諏訪殿と呼んでいたほどです。ほほう、それほどまでにわしを持ち上げるとは、何か裏があるのだろう。はっきり申せ、何が言いたい。梅雪は冷静を装いつつその続きを尋ねました。すると正信は異議を正し、我が主君は向こう数年のうちに諏訪勝頼を討伐する所存、ぜひ現場の神様に同心していただきたく存じますと来訪した本来の目的を述べました。梅雪は、
やはりなと感じつつ、眼光を鋭くして口を開きます。それでわしに何をくれるというのだ。この時の正信にはまだひょうひょうと人を食ったような雰囲気はありません。すかさず、甲斐河内領と駿河江尻領の安堵をお約束いたしますと述べました。梅雪は心の中でため息をつきます。なんだ、甲斐一国でもくれるのかと思えば、しわいものじゃな。それでは主君が諏訪殿から徳川殿へ変わったに過ぎぬではないか。しかしそんなことは表情に出さず、わかった、その儀は受けたまわったゆえ、考えるいとまをくれぬかと返答し、正信を城の外へ送り出しました。梅雪は考えます。もし織田徳川に味方したところで所領は安堵されるのみ。おそらく甲斐には信長の息のかかった者がやってくるでしょう。そうなると梅雪はその者か、もしくは家康の与力として生きていかねばならないはず。武田の名跡を継ぐ者が甲斐を治めなくてどうする、そんな思いが去来しました。またこうも考えます。このまま勝頼に味方しても自利品になるだけでしょう。もし勝頼と一蓮托生すれば身を滅ぼす恐れもあります。しかしだからといって武田宗家を見限ってもいいものか。勝頼が強き大将であることは間違いありませんし、苦しい状況にありながらも若き家臣団が育ちつつあります。今一度勝頼を支えて武田家を盛り上げるべきではないのか。梅雪は葛藤しつつ思い悩み、ある答えを出すのです。もし諏訪殿が高天神を救うなら、あの御神にかけようではないか。しかし見捨てるようであれば、諏訪殿を見限ってもやむを得まいと。高天神城は果たして落ちるのか。天正9年1581年の年始め、勝頼の姿は駿河にありました。北条との抗争が激化し、自ら軍勢を率いて敵と対峙していたのです。その間にも高天神城の危機が伝えられ、すでに落城は時間の問題となっていました。そこで勝頼は城兵の脱出を許可しますが、厳重に包囲された中での脱出はもはや不可能です。勝頼自身も救援すべきか見捨てるべきか逡巡していました。しかし武田信豊と跡部勝助らが、今は織田を刺激するべきではないと進言したことで、援軍の派遣を思いとどまっていたのです。そんな中、勝頼の本陣へやってきたのが弟西名盛信でした。越後国境の守備から離れ、今は高遠城主となっています。五郎いかがした、そちには伊那の守りを命じたはず、何故ここへ参った。信盛の突然の来訪に驚いた勝頼は思わず声を荒げました。すると盛信が進み出て嘆願を口にするのです。兄上、高天神の城兵どもは苦しんでおります。徳川が降参を許さぬゆえ、もはや城内の兵糧は尽き、勝衛殺し同然のありさまでございます。どうかそれがしにご詰めをお命じください。バカを申せ、うちの軍勢だけで助けに行くとは焼け石に水であろう。確かに盛信が動かせる軍勢は一千に満たないほど、これではあっさり徳川軍に撃退されてしまうでしょう。しかし兄上は城兵どもをお見捨てになると仰せか。それでは家臣の心は武田から離れていきますぞ。このやりとりを聞いていた跡部がすかさず口を挟んできました。五郎殿、我らが織田と和睦すれば済む話、ここはいたずらにことを荒立てることはありますまい。森信はなおも反発しました。跡部よ、お主は本気で信長が和睦に応じると考えているのか。これはきっと罠であろう。我らが手を出せぬよう仕向け、兄上の信望を失墜させる計りごとに違いない。そして再び勝頼へ向き直った盛信は決意の表情を浮かべて申し出ました。兄上が動かぬのならわしが動くまで。ここで家臣を見捨てては武田頂戴の恥となりましょう。ではごめん。キビスを返そうとする盛信を勝頼が呼び止めました。五郎、まったくそちはまっすぐな男じゃ。
さりとて申しようはもっともである。わしが軍勢を率いて高天神へ向かうゆえ、ともおせよ。森信は顔をパッと輝かせ、ぎょいっと叫びました。さて、北条への抑えを信豊に任せ、勝頼は信盛を伴って軍を西へ向けます。その数7000。大隈重秀が守る小山城へ入って休憩した後、一気に高天神城を目指しました。一方、城へこもっていた城兵たちは、武田の援軍が遥か東に姿を現すと一斉に歓声を上げます。死を覚悟していた岡部元信も、親方様、お待ちしており申したと涙を流しました。そして武田軍の攻勢とともに城から打って出る準備を進めます。武田軍の来援を知った家康は驚きました。まさか駿河から勝頼がやってくるとは思わず、防備の体制を整えていなかったのです。すぐさま迎え撃つべく陣を動かしますが、そこを勝頼が奇戦を制します。菊川を越えた武田軍は二手に分かれ、南北から徳川軍を攻撃しました。さらに高天神城からも城兵が残る力を振り絞って出撃してきます。攻勢を支えるべく奮闘する徳川勢ですが、やはり野戦での勝頼は凄まじい強さを誇りました。勢いに押されて陣が崩れ始め、とうとう勝機を失った家康は撤退を余儀なくされたのです。こうして高天神城周辺から徳川軍は駆逐され、城兵は救い出されました。しかし敵中に孤立した城はもはや拠点の意味をなさず、遠江の計略は諦めるほかありません。それでも高天神城を救援するどころか、家康に大勝利した事実は近隣へ知れ渡ることになります。斜陽の武田家にとって乾坤一擲の大勝負は吉と出て、それは家臣団の結束へとつながりました。やはり武田の滅亡は避けられないのか。勝頼によって高天神城が解放された情報は梅雪のもとへ伝えられます。諏訪殿、やるではないか。あの山が諏訪殿につくのはあながち間違いでもあるまいよ。折しも家康の家臣が使者として江尻城を訪れていたのですが、なんと梅雪は使者の首をはねて甲府へ送りつけるのです。この者、離反をそそのかしてきたゆえ、我が潔白のため送り届け申す。こうして梅雪は勝頼から離反することなく江尻城を固く守ったのです。一方、武田家臣団の瓦解を期待していた信長は当てが外れました。勝頼以下、家中が結束した以上は無理に攻めても損害が増すだけでしょう。なおも調略は継続しつつ、時を待ち続けるのです。そして天正10年、1582年1月のこと、ついに信長が待ち望んでいた機会が巡ってきました。武田親類衆の一人、木曽義政から、武田から離反するという書状が届いたからです。信長は直ちに木曽を支援させ、武田討伐の準備を進めました。そして2月、織田信忠が率いる5万が稲口から、そして森長吉が木曽口から武田領へ侵入してきました。これに対して勝頼は拠点ごとに抵抗させるのではなく、全軍を諏訪へ集結させようとします。括弧撃破されるより、ある程度兵力を固めた上で決戦を挑もうというのです。史実では求心力を失った勝頼を家臣たちが続々と見限るのですが、この場面ではそうではありません。まさに織田と武田の決戦が始まろうとしていました。一方、梅雪は勝頼の下知を受けて駿河を捨て甲府へ入ります。ここで北上してくる徳川軍を迎え撃つつもりでした。さて、北の塩尻峠を固めつつ、勝頼は織田軍が伊那から諏訪盆地へ出てくるところを叩くという作戦を立てます。そして天竜川沿いの狭隘な地に陣を構えました。その数およそ2万。一方、飯田から遠江へ戦うことなく進んできた織田軍は、待ち構える武田軍と対峙しました。固い守りを見た織田信忠は、さすがは武田の大将よ、この陣を破るのは容易ならざることとつぶやくも、
すかさず全軍に攻勢を命じます。さて、戦いは3月5日に始まりました。数で劣勢な武田軍ですが、幾度も攻撃を跳ね返して損害を与え、戦況はまさしく一進一退。双方とも死力を尽くして戦ったところで、ようやく日が暮れました。頑強な武田軍の抵抗の前に、織田の諸将は上様の来援を待つべきと進言しますが、信忠にそんなつもりはありません。織田の家督を継いだ者として、何としても独力で敵を打ち破ることを決意していたからです。しかし、諏訪に腰を下ろして粘り強く戦う武田軍に対し、織田軍は損害を重ねるばかり。一方、痛手を負っているのは武田軍も変わりません。勝頼は全軍を叱咤しつつ、効果的に反撃を繰り返していきました。やがて戦いが数日続いた頃、いよいよ信長の本陣が伊那へ向かってきます。主力を尽くして戦ってきた勝頼ですが、ここで衝撃的な事実を知りました。駿河平定のためしばらく動かないと見られていた徳川軍が、そのまま甲府へ向かってきたというのです。おそらく一刻も早く武田の息の根を止めるつもりなのでしょう。そして矢継ぎ早に甲府を守る梅雪が討ち死にした知らせが舞い込みます。梅雪は勝頼に順次、最後まで甲府を守り抜いてみせたのです。これを知った勝頼は静かに目を閉じ、穴山殿が来世の先導をしてくれたようじゃ、華々しく戦って敵に目に物を見せてくれんと決意を新たにしました。しかし、甲府が陥落した以上、背後から徳川軍が迫ることは確実でしょう。もはや負けは必定。それならば最後まで戦うことが勝頼に与えられた宿命でした。ほどなくして織田と武田の戦端が再び開かれ、これまでになく激しい戦いが繰り広げられます。しかし、奮闘むなしく武田軍は突破を許してしまい、その陣形は引き裂かれていきました。そして敗北を悟った勝頼以下、一族や重臣は見事な自陣を遂げたのです。史実では無残であっけない最後を迎えた武田家。しかし、勝頼を中心に結束した場合、おそらく負けは避けられないにしても、見事な戦い方はできたのではないでしょうか。勝頼が最後に輝きを放てるとすれば、こんなシチュエーションだったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あと、こちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。